です。皆さん待望のフェラーリに来ました来ました。あーやるー。お前やばい。何もなってないっすよ。やばいでしょこの車。フェラーリ。そうでーす。やばいやばい、めっちゃかかってきとる。やばい、こっちに電話かかってきました社長から。お前らもう帰ってこい。検証結果、社長は人がいたら怒らない。やばそう。お時間じゃないでしょうか。あ、もうこれ撮ってんの。これもう撮ってます。はい、来ました。お疲れ様です。買っちゃいました。社長に続き。気持ちいい。超気持ちいい。超気持ちいい。そうですね。はい。皆さん待望のフェラーリに。パクってきました。社長から。鍵はいつでも取れるんでね、あの人。そうです。やばいやばい、来た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 。来ました来ました。本日のメインディッシュ。ご飯。メインディッシュ。あ、来ました来ました。斜めにね、ぶつけんねよ。あれ、イケメン。旦那フェラーリ乗ってます。あ、旦那かっこいい。え、やばいやばい。頑張ってくださいよ。喋りかけるな。お疲れ様です。お疲れ様です。ついに来ました、この時が。社長はフェラーリにもいたずらをされます。家から鍵パクってきました。やばいよね。とりあえず社長を怒らせないと本社に来てくれないじゃないですか。とりあえずドライブ行って、私たちは電話するんで社長に、うん、で社長びっくりするはずなんで勝手に乗ってかれてる方に、ね、家に帰ったらないって言ったら絶対通報するじゃないですか、うん、あの人のなんで、はい、じゃあの人じゃなくても通報するよね。車に車が。とりあえずこれでドライブ行って、ドライブ私たち後つけるんで、夫婦でそこ乗ってください。帰ってきたらもっといたずらするんで、お楽しみがね。そうですね。中古の家なくなったみたいなもんだよ。いくら？違う。確かに。早速行きますか。行きますか。行きますか。うわー。どうや。ケツが左にポンと降りたらハンドル切ればいい。すごい。見てるだけですもんね。うん。ハンドル切ろう。はい、じゃあ、いってらっしゃい。夫婦デート楽しんで。レーダー式取締エリアです。よし、なってってます、夫婦で。これ横並んで撮りたいの。横並ぶの無理ですよね。怖いよね、あいつ。君こっち寄ってきた。そうそう。手汗やばいんじゃない？やばいもしもし、はい、どうですか？やばいです。やばいです。めっちゃ右寄ってますよ。めちゃくちゃ怖いんですけど。あの、そろそろ社長帰ってくる時間になるんで電話しようかなって頃なんですけど。みおちゃんそっちから電話して何、あのビデオ通話みたいな感じでフェラーリ映すの。そうです。 そしたら誰が乗っとんのかないでしょ。じゃあちょっとかけてみます。電話出ないですね。じゃあ俺のドアップじゃん。え、出ないんですけど。あ、もしもし。え、はい、もしもし。どこにいますか。え、今コンビニだけど。あ、じゃあここで社長にとびっきりのプレゼントを。心の準備いいですか。そうです。音聞こえますか。音聞こえますか。分かってないですね。もう見せますか。見せますね。聞こえないよ。じゃーん。そうです。出たってお前ら。も乗ってきちゃいました。何やっとんだおかお前。ありがとうございます。え、それは言わないですけど、ドライブしてきます。
何のネタだってこれ。もういいってぶつけたりしたらお前ら練習しろよお前。ぶつけないようにしますね。うねえぞお前らんと。乗り方わかるんかあれ。わかりますよ。持ってきたんですから。そんなもんで危ないでしょ。まあ大丈夫ですって乗ってる人が大丈夫な人なんで。あ、前から車来てるって。おい、フェラーリだぞ。内訳だ。誰が運転してるんだって。佐々木ファミリーです。ファミリーです。お前ちょっと彼氏と別れたからってお前。彼氏と別れたからみんなが優しく気遣ってくれてドライブに連れてってくれてるんですよ。じゃあフェラーリ借りるんで電話切ります。さよなら。お疲れ。ちょっと待って。言ってありました。あ、もしもし。もしもし。あの社長喜んでました。私たちが乗ってってるって言ったら。あ、やばいやばい、かかってきた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 。やばいやばい。私じゃなくて私で。やばいやばい、かかってきた。乗ったって言って感動されていましたもん。やばいやばい。どうもそれは。あ、切れた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 。あ、やばいやばい、めっちゃ鬼ね。やばいやばい。やばいって。だってカッテが乗っとるって言ったの。はい、言いました普通に。借りてくねって。借りてくね。もうカンタこのままフェラーリで逃げよう。駆け落ち駆け落ち駆け落ち。やばいやばい、めっちゃかかってきとる。ほらめっちゃ。一回出てみてくださいよ。え、出る？はい、出るよ。ちょっとそっち声 C だよ。あ、もしもし。お疲れ様です。今ごめんなさい、ちょっとデート中なんで。え、違います、あのカンタの愛車ですね。社長。はい。僕もフェラーリ買いました。めっちゃ気持ちいいです。めっちゃみんな見てきます。めっちゃ気持ちいいですよ。聞こえます？調子いいです今日も。じゃあお疲れ様です。よし、とりあえず一回切っといた。 OK。 社長はこの喜んでますよ。やばい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 、こっちで電話かかってきました、社長から。え、ちょっとみおちゃん、ちょっと横で動画撮ってよ。いいですよ、携帯で。ちょっと一回電話切るよ。で動画撮って社長に送ってよ。はい、ここ開けたい。めっちゃ怖い。怖いね。めっちゃ怖い。あれ見て。見てください。マジでフェラーリ危ないから電話出ろって。コンビニとか入ったら危ないぞって言ってました。動画送ってありました。ミッションだから危ないって聞きました。いいですね、いいですね。かっこつけて。やばいやばいやばい、社長から見て。電話に出ろ、マジでミッション危ないから、マジで危ない、本当に危ないぞ。電話に出ろ、マジで怒ってないから電話に出てって。マジで危ないから本当にお前のことを無視するな。電話だけ本当に。ちょっと本当にミッションが危ないんだって。あれフェラーリコンビニとか入ってるよ。おかしいから聞いてないだろお前、使い方とか。ここが開く。人は電話も取ってくれなかったら動画送ってる。多分あの人だけですよ。でもじゃあフェイスタイムしますね。で電話出ないですもん。かっ、もしもーし、お疲れ様です。ちょっと何やっとるわおらめー。それは言わないです、今デート中ですもん。まあ暮らすと思ったら危ないぞ本当に。大丈夫、運転カンタさんだから。どこまで行ったのお前ら。大丈夫。ほら見てください、かっこよく、ほらもう決めてますもん。飛び島かなんかだろ。違うよ。わかるか、オートマじゃないだろ。わかりますよね、カンタさん。パシ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 。じゃあちょっと写真撮影するから切るね。
お前ら意外で、バイバイ。最後優しいのに切られる。じゃあ写真撮影します。いきます。はい、チーズ。母ちゃん見越せない。うわー、やるー。お前真剣に嘘でしょ。お前そういうのできる。お前やばい。何もなってないっすよ。お前ボタンボタン。もう写真十分です。リュウジさんいいですか。これはいい。リュウジさん、いや、お前また電話来たんですけど。くどいから切りますわ。え、ね、ちょっとうち一人で撮ってよ。いいですよ。マジで大切な話があるから出て。別にどこにね、やばいんですけど、マジで大切な話あるから出てとか言って、あのマジで怒ってないからって。でもどうします、出ます、切ります。はい、じゃあ切ります。はい、いきます。はい、チーズ。風やばい。これ記念撮影にもなるし。めっちゃいいじゃん。もうくどい。くどいって言ってブチって切ってみてよ一回。もしもし、何、くどいんだけど。お前俺邪魔だよ。え、でもなんか棚橋捕まえただろ。真ん中になってきた。どういうこと、棚橋捕まえたって。出ますね、もう。どういうことですか。何ですか。ごめん、切れちゃいましたね。捕まえた。誰ですか。誰ですか。飛び島の方におるんだろ。いないよ、いないよ。会話できん、会話できん。ってことは来るな。来るよね。かっけえ。かっけえ、切りや。やばすぎ。やばすぎ。お前も座って。女は愛嬌だで、男が度胸っすよ。あ、みんなのやつがいい。あ、それいいんじゃない。楽しそうでいいじゃん。送ってありました。見てって送りますよ。既読ついた。やばいやばい。逃げます。電話かかってきた、電話かかってきた。とりあえず一回出て、最後出て。はいはい。いやいや、しろよお前ら、ほんともう帰ってこいで。まだ撮影してるんで。社長どこにいるっすか。もうそれは言え。あ、そっか。じゃあ切ります。お疲れした。ただし、ただし。逃げましょう。はい、帰ってきました。逃げ切れましたね。疲れた。今頃あっちの方におるのかな。こっからが本題ですよ。こっからがそう、本題なんですよね。俺らは知らないよ。はい、何やんの。よろしく。お嬢、お嬢特製。私が頑張って作りました。切れてるんですかね。切れてるよ。ミオさん、ミオさん、切れてるんですか。切れてないっすよ。切れてますよ、多分。住所も電話番号も晒す勢いで書かせていただいたので、はい、皆さんでちょっとあの見立てていただいて。え、住所書いた。書いておきました。どこに。あの、ないんで組み立てれば分かるので、あの早速組み立ててもらって。はい、リュウジ君これ持って、この辺これ見て、ほら、あの、はい、岡部そっち持って。これね、モザイクでお願いしますね、これね。これ2枚目見て、2枚目見て。とりあえずこれも特攻勝くん。特攻勝くんのやばいっすよ。ちなみにこれ書いたの私。岡部それね、横サイド。サイドサイド。そこにはまる。横、そうそうそう。え、ちょっと待ってください。フェラーリに両面テープ直接くっつけるんですか。楽しいですね、こういうの。やっぱり本当にこれ手伝いいですよ。行くよ。いいですよ、全然。うまい。やるね、リュウジ君。やるときやらなかった。やるときはね、覚悟を決めんのね。やばいでしょ、この車。お嬢、やったってください。はっくん、何この車。何。
ね、フェラーリだよこれ。あんたの、そう、パパ運転した。ママとパパこれ乗ってデートしてきた。ずるい。ふんだよね、ふんだよね。ウルハからしたらふんだよ。これつけるの？つけるの？これこっち。ほら、上かな。ちょっと探してきて、中の。やばいでしょ。降りる。こんぐらいしとか怖い。やべえな。マフラーつけたらギリギリやべえ。もう会社帰ってきましたよ、社長いると思って。やってんすか。はーい。うわ、来た。やばい、来た。やばい、ちょっとここ、ここ、ここ、待ってくださいよ。来ました。ちょ、来たぞ、社長が。無理。話してた。っていう顔してる。撮らなかんじゃない。魂いなくなってる。カメラは動いちゃえば。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。はい。お疲れ様です。子供までこれじゃん。はい。あ、お疲れ様です。かっこいいフェラーリを。そう。こんばんはし。嬉しそうだな。強い子供。これ誰？社長借りたんで、あの、ちゃんと改造してきました、かっこよく。シュワ、どうなんだっけ、このフェラーリ。社長に言ってて。どうなんだっけ、見た目。めっちゃかっこいい。パパ叩いてもいい？ダメ。ちゃんと悪いことしてる。ダメだよね。ダメだよね。かっこよくしたんですよ、借りたんで。かっこよくないですか？ダメだよ。ここじゃダメ？助けてみんな。このこと自分の気もされたんだよ。でも両面テープだから取れるよ。取れるの？取っちゃダメだよね。これ何これ、マフラーまで作ったの？これ一番いいじゃないですか。かっこよくですか？どうですか？ちょっとみんなに情報も〇って住所も。何これ？これお前使わない。これが一番いいですね、このプレートが。てか俺の住所まずいじゃん。今思ったけど俺なんか。はい。あ、そういうこと？だってこの高校の会社プライバシーないですよね。しかもヤマゴって言ったらしい。おかしいだろ。え？モザイク入れるの？ポティ？ポティ？どうしたらいいんだって、俺子供なんか連れてこられたら。お前は何？誰が乗った？パンダ。お前乗った？ママ残っていい？ダメ。ダメだろ。カンタはいい？ダメ。リュウジは？ダメ。いいの？ダメ。リュウジはあるでしょ、これ持ってきたら。誰が悪いの？ミオだろ。ダメ。ミオだね。ダメ。オカベは残っていい？いいよ。オカベ。叩いていい？叩いていい？いいよ。いいの？もうだったら。オカメ、オカメ、ゲイ、オカメ、ゲイ。お前いくらすると思ったよ。まあお金持ってるんでいいじゃないですか。お金持ってるけど。いいじゃないですか。ダメよ。いやなんか今日指令なんか言ったらフェラーリまた値段つき上がってるらしいな。え、何地味に撮ってってるんですか。記念撮影しましょうよ、みんなで。撮影してください。あ、いいね、いいね。写真撮影して乗り切って。一人で、一人で。ダメだろ。おかめならいいよ。おかめならいいよ。まず、おかしいだろ。夢のフェラーリ。社長、自分で貼っとる。せっかくの写真撮る。これで、あ、ちょっとさ、こういう感じで乗りたい。フェラーリ入ります。社長入ってます。ちょっと、いやー、はい、パーズ、はい、めっちゃいい絵じゃないですかこれ。めっちゃいい。はい、パーズ、はい、チュー、はい、喜んでるし、もこのままでいいですか。喜ぶしかない、お前筋飛び方しまくる。検証結果、社長は何されても喜ぶ。夜で子供がいたら怒らない。違う、もう探し回っとったんだよ、でもお前。違う、これ本当ミッションだったら危ないだろ。
はい、ミッション。え、カンタにパションパション。あ、危ない、痛い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 。ダメ、助けて。岡部にやって、あ、痛い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 。